疲れ様でした。お疲れ様でーす。はい、お願いします。ゼロ、から見えてる時点でやる気がない。この冥界中の人がまたやってると思って。いや気になるのよ。気になるんだけど時間も気になる。いやいやいや時間とか一切関係ないから。それほど開けたらスコアとか局面とか時間とか一切関係ない。本当にだって。だって負けたら負けなんだからさ。どう説明したらいいの。聞いたってやる。15分ぐらい前に言われてた。キューブはって言ってたんだけど全然さ。やってるだけでこれだとちょっとモナコのギャモン体力足りない。そうですね、うん、まだ5時間ぐらいしか経ってないから、うん、それは結構ね心配してる。ネットだと全然楽勝なんですけどね。6時間配信した後に2時間ぐらいギャモンすることです。 JBL のルールが時間が長いんで、うん、かえって疲れるってなる。ああまあ、うん、使っちゃう。なるほど。
マナの悪い人がいっぱいいるからな。でも、いや、モナコっていうか、海外一般に、日本ぐらいマナの悪い人。それは分かる。そうですね。
やったなぁ。
作りたかったんですよ。4人とか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 4人
食ったんだったらなんでこれ刺さなかったんだろうと思って、早起きするかなくらい久々で。いやー、そうなんだ。
に。お疲れ様でした。ああ、そうなんですね。
お疲れ様でした。
あ、ピークですか、うん、あ、勝率が結構、うん、パーこの辺だって1手前は打ってなさそうなですね、うん、作れたからヒットしてもいいやっていう風になったんですね、うん、たね、合ってたのか、うん、負け率も 15% しかないんだから勝利、負け率と負け率も結構差ありますね、うん、私も指してて勝つ時はもうほぼやむかなぐらいの感じでこれ指されたのに思ったんですけど、全然そうじゃないですね、15%しかない、やっぱこの赤が癖って思いましょう、使ってたんだろう、めっちゃ後悔してる、結果、まあ、ここに降りたから損切れちゃったってことがあるんですけど、ああす、ね、全部広まりましたから、あとはこの後あの5でこれ入ったのってなんかやっていいってなんですか、あ、5でヒットで、それ読んで押した話は、あ、これでリターンヒットして、あ、今回の前色があってこの感じでやったんですか、あ、そうです、そこに赤できました、ちょっと忘れたんですけど、もうこれでもいった方が、うん、ここを行くのはあるし、あー、例えばこれだと、ああ、ね、カバーするやつだし、うん、なんかもう結構枚数があったんで、多分2対1もそんなに怖くないんじゃないかな、あのこれがバラバラになってる、リスクがないというか、うん、前上がってるんですよね、大体じゃ2枚ですね、とりあえずここ作られたら、うん、でこれは1点拾いそうなので、うん、これをするメリット、打たれてもしかしたらまあ落ち着くって、落ち着くっていうのもできる。
Thank you.
Thank you.
すみません、失礼しました。ちょっと慣れてなくて、この移り。
ワン。
3分ぐらい休憩いいですか。いいですよ。また時計が動いちゃっている。え、あららららららら、すいません。いや、多分僕が悪いんだと思うんですけど、分かります。4分08って書いてあったんで、これでも、じゃあなんで今動いたんですかね。まあ全然いいんですか。いや、僕は今確認したんです。ああ、そんなに、はい、あ、はい、オッケーオッケー、いいですよ。どうすればいいんだっけ。クロック合わせるのできないですね。ちょっと練習したいと、いろいろ言えば感じですよね。うん、多分分かってる。はい、OK です。さあ、あと1時間で終わるか。よし、はい、お願いします。お願いします。Thank you.
さすが。そうか。あ、はい、そうです。あと何やったらいいやろうなって思ったし。
いや、いや、やらない。はい、大丈夫です。よいしょ。14秒。Thank you.
全然は4ゾロが分かんなかったです。4ゾロってなんだっけ。あ、僕の最初のあのここ16あれちょっとおかしかったと思うけどね。やばそう、うん、あやばそう、うん、なんで1乗せてくれるんだろうと。いやなんかショット上げ